グッチさんでーす。で、グッチさんチャンネル。これ先週だったらすごいことあってただろうな。うわぁ、山がちゃんと来てるよ。本格的に雪国に来たって感じがしますね。めちゃめちゃ降ってる今。さて皆さん、道の駅に15分滞在しておりましたが、あれでも雪道に変わってね。ってことで雪道運転動画に変わります。マジっすか。久々の雪道運転収録になりますね。しかも初めましての道。マジっすか。じゃあ見にくい雪壁。ここはね、安全運転で行きますよ。マジか。急に変わってるよ。違う。まあね、個人的に望んでいたから別に構わないんだけど。
通行ですね、ここは。回収した雪を上、あれですよね、ダンプカーに積んでるっていう作業ですかね。いやーいや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 、すごいっすね。雨だったり、まあ、猛吹雪だったり、まあ、視界不良の時っていうのはよろしくないんですけど、一応僕は波をね、波のモニターを見て、この先どれだけのカーブなのかとか予測しながらやると結構ね、楽に程度予測ができる。あ、急カーブなんだとかさ、暗闇でも結構ね、そういう風に予測してたら、特に知らない道とかは、ね、
ここはマニュアルモードにしよう。かねえからドライブモードで、ね、急に変えるからさ、あの一山だけで全然違う。なんだ、不思議だな。その向きなのか。先カーブ、これ上りなんですかね。普通のカーブなのか上りなのか。雪質が少し変わ
わってきてる気がする。またシャバシャバではない、もう完全にこれから積もるよっていう。気温はねまだ1度あるんで完璧には溶けてないけど、
車止めれるところに移動しないと。それにしても前見えるな。すごいね。詰まり出すと本当に鬱陶しいね。次から次へと積もってさ、であのワイパーが止まってる場所、下に止まってる場所にさ、なんか山盛りになってさ、それ弾かないとさ、なんかめんどくさくなるから。しばらく道なりです。
これもお前見えるが読めんな。
地方の感じとはまた違うんですかね、東北は。似たり寄ったりだけど、北海道の方がやっぱりすごいかな。低速で走ってるから地味に燃費上がってるそれはマジですげえと。RS のマニュアルモードをパトロシフトで操作してるやつなんですけど、よくわかんないけど7速なんですよね。これ不思議なんだよね。5速じゃないんだ。まあ100歩譲って6速だったらそれはそれでまた面白いんだけど、7速ってなんか扱いきれなくて、なかなか。もう昔免許取った時にトヨタのコンフォートでマニュアルでね、あいつは5速ですよ。だからその感覚なんでね、7速だとちょっとね扱いがね独特だから。CVT の都合なんでしょうかね、7速なの。それとも小刻みに変速した方が融通が効くからなのか分からんけど、不思議なんだよね、7速。目標の場所まで予定では1時間後に到着です。あれはなんだ？止まれって意味か。
さ、わかりにくい標識を進みましたね。0度ですね。これから気温が低くなると完全に積もり出す気温ですよね。そういえば山形県の長井市ってとこに入ってますね。だいぶ内陸ですよ。内陸ですね。でもまだ普通に走れる雪質、軽いシャバシャバな感じ。あと45キロです。あー長い地味に長いわ。Thank you.
ホームセンターがありますね。サンデーってめっちゃご当地やん。ご当地だな。この先踏切があります。おい、この先踏切です。およそ700メートル先、中町南を左方向です。もう教習車がいる。頑張れ。いい思い出になるよ、この雪の中。てるわ。ワイパーの停止位置凍ってるわ。ワイパーが凍ってるのかな。休憩したいかも。あ、車もあれだし。
ちょっと道の駅に寄りたい。道の駅川の港長い、こちらに停車します。トイレどこだ。あれ元じゃない、売ってんの道の駅戻ってんの。すごい